リリス、今回ですね、駆け出しの YouTuber であったり、こう動画配信者ですね、がやってしまう、こう失敗例っていうことについて話していこうかなと思います。それについて改善点もね、話していきます。まずスタートとして、こうよくやってしまうのが、こう何々やってみました系動画。これ結構あるんですよね。ただ、この動画って、基本も伸びないんですよね、当然ながら。なんでかっていうと、問題解決に何一つなってないんですよ。で、ただ、人によって伸びたりもします。これなんで伸びてるかっていうと、その人自体にブランド力がある、認知度が高い人、だからこそどういったことをやってるのかなっていう感じで見ちゃうっていうのは実際あります。例えば普通の誰かも知らない、名前も売れてない人が、どこどこでうどん食べてみたよりも、誰もが知ってる松本人志さんがどこどこでうどん食べてみたってなったら、もうそれだけでどんなうどんなんだろうみたいな形でこう人でこう興味出てきたりするんですね。それくらい認知度があったりとかすると動画っていうのは当然伸びてきます。ヒカキンさんがやるとまだ意味が変わってきますよね。かなりやっぱり伸びます。でも全然売れてない人がいきなりそんなことやったって伸びません。じゃあどうやったら伸びてくるのかっていうのは、そもそも動画っていう、これ YouTube の世界で動画は何でもそうなんですけど、やっぱり問題解決になってるかっていうのがすごく重要になってきます。で、例えば、釣りの動画を上げてる人がいたとします。で、釣りの動画でどこどこで釣りをやってみたみたいな動画よりも、どっちかって言ったら、どこどこで釣りをして、この釣り竿のルアーとこのルアーをどっちの方が釣れるのか検証してみたみたいな、こういった動画になってくると、あ、実際どっちの方が釣れるんだろう、どこのメーカーがよく釣れるんだろうみたいな感じで、当然ね、見る人がどん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 増えてきます。これがね、動画の再生数を増やすためにはやっぱり必要な戦略的なものの一つになってきます。はい、今回はね、ワンポイントとして、動画ですね、駆け出しやってしまう、失敗でということで続いて話していきました。またね、こんな動画も上げていこうかなと思います。それでは今回はこれで終わります。どうも最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画を見て良かったなと思ったら、ぜひ高評価の方お願いします。で、私の動画は基本的に18時から公開してるんですけども、プレゼント企画などもちょいちょいやっていこうと思います。なのでね、気づいたらプレゼントが終わってるなんてこともないように、ここにね、チャンネル登録が出てると思うんで、ぜひこうポチッと、今ですよ、今ポチッと押してください。それでは今回はこれで終わります。どうも。